DTP, DTP, デスクトップパブリッシングデスクトップパブリッシングとは日本語で卓上出版を意味し書籍、新聞などの編集に際して行う割り付けなどの作業をパーソナルコンピュータ上で行い、プリンターで出力を行うこと。デスクトップパブリッシングの言葉はその先駆けとなったページレイアウトソフト、ページメーカーの販売開始にあたって アルデス社、アルダスの社長、ポール・ブレーナードが1985年に提唱し、言葉である。DTP の登場によって、商用印刷においては、かつては、半下の制作から印刷まで様々な工程に分かれていた作業が、パソコン一台で行えるようになり、簡単、迅速、小コストになった。また、家庭やオフィスにおいても、自分のパソコンとプリンターを使って、 商用出版物のような美しいデザインの印刷物を才能さえあれば制作できるようになった。市販のパソコンに最初から入っているワープロソフトでも簡易的な DTP 機能を備えているため、ある程度は整ったデザインの印刷物が制作できる。しかし専用の DTP ソフトを使うとワープロソフトよりもレイアウトを細かく制御でき、 より整ったデザインの印刷物が制作できる。DTP を行うパソコンとしては、歴史的にマッキントッシュが多く利用されてきたが、これは、Mac 用ソフトとして、ページメーカーが発売された1985年当時、Mac だけが唯一の実用的なウィジーウィングを実現したシステムであり、その後の時代においても、Mac の方が他のシステムよりも、ハードウェアや、 アプリケーションソフトウェアが先行して充実していたことが理由である。業界の主流の DTP ソフトがページメーカーからクワー r ク e クスプレスへ、そして Adobe インディスインへと移り変わった2010年代以降でもそれは変わっていない。DTP が登場する以前、1970年代から1990年代にかけて使われていた業務用の電算社食システムには UNIX 上で動いていたものも多いが、DTP 業界では、UNIX や Linux などは全く使われていない。また、ビジネス用のパソコンとしては、デファクトスタンダードとなっている Windows も、DTP 業界ではほとんど使われておらず、やはり DTP 業界では Mac が主流である。ただし、Windows や Linux で DTP を行うためのソフトもある。なお、印刷所における、 印刷工程は、プリプレス、印刷前の組版、製版など、プレス、印刷、本すり、ポストプレス、印刷後の加工、製本などの3つの工程に分かれている。このうち DTP の登場初期において、印刷者のプリプレス工程をパソコンで置き換えたことを、かつてはデスクトッププリプレスと呼んでおり、このデスクトッププリプレスのことを DTP と呼ぶ場合があった。 上記の DTP と区別するために DTPR、DTPR と呼ぶことも紛らわしかったがパソコンの DTP ソフトが普及するにつれプリプレス工程をパソコンで行う半下をパソコンの DTP ソフトで作って印刷に回すことが普通になりわざわざデスクトッププリプレスとは言わなくなった業務用の出版物において かつては熟練の職工が活字を組む作業が出版業界では一般であったがコンピュータの出現と普及とともにその作業を電子化する試みが模索されるようになった。1970年代にはいくつかの会社によって業務用の電算車色システムが開発されアメリカにおいてはアテックス社が有名となり新聞社や大手出版社などに採用されていた。また、 1978年には、レイアウトに関する命令を記述したタグを用いる、組版ソフトとして Tex が開発され、コンピュータ上で印刷原稿の編集作業を行う環境が実現された。しかし当時はこれは DTP とは呼ばなかった。これらのシステムと DTP との最大の違いはビジーウィングがないことである。ビジーウィングがない状態では作業の結果の確認を出力。 あるいは、プレビューといった形によってしか実現できない。ちなみにテックスでウィジーウィグができるソフトに GNU-TexMax などがあるが、日本語の扱いが完全ではないために一般化はしていない。ウィジーウィグを不完全ながら、最初に実現したのは1970年代のゼロックス社のパロアルト研究所で、その成果は1981年にゼロックススターワークステーションとして市販された。 一方民生の出版物においては自宅でタイプ原稿を作成するための環境として1980年代以前の欧米ではタイプライターが一般的に用いられていた。しかし1984年1月パソコンのマッキントッシュ初代 Mac とワープロソフトのマイクロソフトワードが発売されると従来のタイプライターによる原稿の制作環境を Mac とワードで代替し、Mac をタイプライターとして使うことが一般的に行われるようになっていった。1984年、アテックス社の社員であったポール・ブレーナードがアテックス社を辞職して、アルデス社を創業する。1985年、アルデス社が Mac 用ソフトとしてページメーカーを発売するにあたって、Mac のデファクトスタンダードであった。 マイクロソフトワードとの差別化のために、Mac はタイプライターではないことを示す必要があった。そのためのマーケティング用語としてブレーナード社長が打ち出したのがデスクトップパブリッシング DTP である。1985年1月に開催され、Apple、Adobe、Aldas などのメーカーが一堂に会した Apple 社の株主総会において宣言された。 DTP 以前の印刷までの作業工程はデザイン、版下作成、製版がそれぞれの専門家に分業化されていた。DTP ではこれらの作業をすべて一人で行うことが可能となる。DTP の発祥地はアメリカ合衆国である。現在の DTP の方がはアメリカの3つの企業で芽生えた。1984年1月、アップル社から 初代マッキントッシュが発売される。プラットフォームとして様々な周辺機器やソフトウェアが生み出された。ただし、初期の Mac は本格的な DTP を行うにはスペックが厳しく、DTP 業界が急拡大するのは1987年発売のマッキントッシュ2頃からである。1985年5月、アップル純正のレーザープリンターであるアップル レイザーライターが発売される。レイザーライタープリンターは、アドビ社の開発したページ技術言語、ポストスクリプト技術を用いた、アドビポストスクリプトフォントがロムメモリに組み込まれており、これによって画面に表示されているものをそのままに印刷することが可能となる。WizzyWig を実現したほか、プリンターにポストスクリプトフォントを搭載している限りは、 コンピュータとプリンターの組み合わせが変わっても出力結果を維持するというデバイスインディペンデント使用機器に依存しないな性質を実現していた。1985年7月、マッキントッシュプラットフォームにおける最初の実用的な DTP アプリケーションとなるアルダス社のページメーカーが発売される。これによって DTP 環境が実現された。 プラットフォームを作り出した Apple ページ記述言語を生み出した Adobe、そして実用的なアプリケーションを世に送り出した Aldas によって DTP はそのスタートを切った。この3社の頭文字を取ってこれを 3A 宣言という。なお、1980年代の DTP 協会のデファクトスタンダードであった Aldes ページメーカーは1990年代には 機能がより豊富な1992年発売のクワアクエクスプレス3.3に急速にシェアを奪われてしまった。アルダスはその後アドビに買収され、ページメーカーはアドビ製品として販売されることとなったが、アドビページメーカーは1996年発売のクワアクエクスプレス4.0にもシェアを奪われる。一方で、アドビ社から クォークキラーとして新たにインディスインが1999年に発売されたことにより2001年発売のアドビページメーカー7.0をもって開発が終了した。ポストスクリプトフォントは基本的にプリンターにインストールするアウトラインフォントと作業に用いるコンピュータ編集機にインストールする画面表示用のビットマップフォントの2類から構成され これが同期して働くことによって確実かつ迅速な作業を約束している。それに対してトルータイプフォントはプリンターフォントを持たず編集機からプリンターに各文字の形状の情報を送って印刷する仕様であったため DTP 木興当時のコンピュータには処理が重すぎるという欠点も抱えていた。アウトラインフォントは文字の形に関する情報を持っているだけなので そのままでは、印字に用いることができず、文字の輪郭の内側を塗りつぶした面状態のデータに変換する必要がある。これをラスタライズというが、編集機側でラスタライズする TT フォントの場合、当然、プリントアウトしている間、編集機はこの処理のために拘束されることになる。それに対して PS フォントは、ラスタライズは PS プリンターで行うため、 文字の種類、サイズと位置などのレイアウト情報、実際には画像などの情報が入るため、より複雑だが、をプリンターに転送した時点で、編集機は処理から解放される。ただし画面標準がビットマップフォントであることから、そのフォントにあらかじめ用意された表示サイズ以外の文字は、画面上でドットの荒いギザギザの状態で表示されるため、これは真の意味でウィジーウィグとは言えなかった。 そのため開発されたのが Adobe Type Manager で ATM 専用版フォントを編集機側にインストールすることでビットマップフォントに代わってアウトライン表示を行うことができるようになったコンピュータの処理能力の向上や技術の進展によりその後採用されたオカンタイプフォントはプリンターフォントを持たずダイナミックダウンロード字型も含めて編集機から送信するする仕様になっている アメリカでは芝叩く間に DTP 革命が進行し、活版の印刷書を駆逐していった。Mac 以外のパソコンでも DTP ソフトが盛んにリリースされ、例えば有名ソフトとしては、1986年には MS DOS を搭載した PC で DTP を可能にする、ジェムベースのベンチュラパブリッシャー、あとのカレルベンチュラ、現在のコリルドロなども発売されているが、 1987年には大型カラーマルチモニタディスプレイやスカジー、ストレージインターフェースをサポートするなど DTP 向けの拡張機能を搭載した MacKintosh2 が発売され DTP 業界における Mac の優位性が確立した DTP では素人でもマウス一つでフォントが使い放題であるため最初期の DTP ではフォントを過剰に使いまくると呼ばれるデザインが悪評を各家 DTP 業界が発展するにつれて、アートディレクションや、グラフィックデザインなどの副次的な分野も発達し、DTP ソフトの進歩とともに、素人が作る民生の出版物でも整った、原稿が印出できるようになっていった。日本では、事情は異なった。アスキーコードだけで、書籍組版ができる1バイト言語の英語と違い、日本語は、多数の漢字を抱える2バイト言語であったことが、 理由として挙げられる。当時のデスクトップマシンの処理能力、記憶容量では、多数の2バイトフォントを搭載して自由自在に、組み換する、というわけにはいかなかった上に、そもそも搭載して利用できる、フォント自体が限れていた。多数の漢字を抱える日本語では、フォント1書体あたりのデータ量が多いことなどもあり、DTP 例明期においては、かつての活字や、 初期の写真食事が事実上そうであったのと同様に、明朝からだとゴシック体、それぞれ一書体しか使えなかった。また、その価格も極めて高額であった。しかし一方で、文字通り、基上で実際の仕上がりに近いものが確認できることから、グラフィックデーナーなどの間で指示され、地方を固めていった。この当時の二書体は、森沢の流民 L キロリットルと、 中ゴシック BBB で、これが、同社の投入した、そして、日本で、最初の和文ポストスクリプトフォントであった。スタートダッシュの速さ、漢字トーク 7.1A のバンドル等から、同社は、和文フォントのトップベンダーとなっていく。印刷、出版業界、特に日本の業界においては、クワークエクスプレスが事実上の標準であったことから、Mac で組むという言葉は、 クワークエクスプレスで組むという意味であることが多かった。前日の通り、最初に発売され、利用が進んでいたのはページメーカーであったが、クオークは、早い段階で、カラー対応を果たしたほか、扱いやすい操作性と、軽快な動作などが受け入れられ、その価格、最も普及した日本語版3.3は、約20万円にもかかわらず、市場を席巻していった。 マッキントッシュによる組版は、仕上がりをその場で確認できることや、文字通り機場で、ギリギリまでデータ修正が可能なことなどのアドバンテージを持っていたが、上述したように当初は扱える書体が少なかった。だが、活字、じ、社機向けに書体を開発していたベンダーや、あるいは DTP 時代から書体開発を始めた新興勢力が次々と参入し、 和文ポストスクリプトフォントのラインナップを豊富なものにしていった。そして、マッキントッシュ対応のイメージセッターの発展や、印刷会社、あるいは、製版専門の会社などにおいて対応がなされたことで、足場が整い、また制作コストを下げたいという出版社の需要の中で、次第に d t p への移行がなされていった。前述したウィジーウィングとも関連するが、 カラー対応とその後の進化において DTP を普及させたものの一つにカラーマネージメント、色の管理がある。ディスプレイ画面の出力の色彩とプリンター出力の色彩、そして最終的な印刷物の色彩に整合性を持たせることは極めて困難なことであった。第一にはそれらの出力機器の原理が異なっているためである。作業をするための画面、CRT。 LCD 表示は RGB カラーであるし、構成のためのプリンターは、レーザーの場合クマックカラーのとな、粉末、最終的な完成品となる印刷機は、クマック、さらに特色を使用することも少なくないのインクである状況では、それぞれの色彩を合わせるのは困難を極める。また、同じ原理で動作している装置であっても、メーカーごと、あるいは個体差、経年変化、 湿度や温度、気温、機械内の温度によって出力結果は異なる。これを解消するために用いられているのが、ウィリアム・シュライバーの開発した色管理システムで、1985年に成立したシュライバー特許により、その後のカラープロファイル技術は支えられている。また、Mac においては、Apple のカラーシンクにより、優れたカラーマネージメントが行える。 ワブンポストスクリプトフォントは当初、o エ f と呼ばれる形式のものが販売され、普及していった。o エ f は少ない文字数しか扱えない、フォーマットのフォントをいくつも積み重ねて、多数の文字を扱えるようにした企画であるため、その後、データ構造を簡略化したシドフォントが登場し、フォントベンダーはこちらへの置き換えを推奨した。しかし現場では、現在に至るまで、 オシエフフォントが根強く使用されていたため、互換性においての問題もあった。後に、オティフが発売される。オティフフォントは、出力側が高解像度フォントを搭載しなくとも、対応ソフトを使用することにより、フォント搭載と、同等の出力結果を求めることのできる、ダイナミックダウンロードに対応した書体である。DTP においては、2009年現在で世界の、 オペレーティングシステム市場の9割を占める Windows ではなく m a キン i n t o s h が圧倒的シェアを占めている。その要因としては多くの DTP ソフトがまず m a キン i n t o s h 向けに作られたことなど DTP に使うための環境が整っていたことが挙げられる。Windows の DTP ではトルータイプフォントが使われることが多いがスプライン曲線を使うトルータイプはベジ曲線を使う。 ポストスクリプトフォントに比べ多彩な曲線の表現において見劣りがした点や無数のトルータイプフォントが乱立しデファクトスタンダードとなるフォントベンダーが出現しなかった点これによりデータの標準化が困難となる他にも様々な要素があるしかし顧客の要望がマイクロソフトワードで作成したビジネス文書を印刷するというものであるとすれば印刷会社が それは DTP ではないので、うちではできないということはできない。印刷会社が Windows 対応をしていく中、Windows 向け DTP ソフトも次第に充実していった。ただし、同じアプリケーションでも完全な互換性が確保できず、Windows 版で作ったデータを、マッキントッシュ版で開くと文字がずれているなどの現象が、時に起きていた。それには、特に、日本では何よりもフォントの問題が関わっていた。 Windows とマッキントッシュでは採用している文字セットが異なるため特に英数字や外字において完全な互換性を維持できなかった。また横組では問題なくとも縦組の箇所のみ画面表示に問題があるなどの例もあった。和文フォントのトップベンダーとなっていた森沢からはビューフォントと呼ばれる Windows 上で組版をする際に 同社のポストスクリプトフォントを指定できるフォントが販売されて一定の指示を受けていたが英数字などの互換性がないという問題があった。しかし昨今においてはオパンタイプフォントとそれに対応したレイアウトソフトの登場によって新しい状況が生まれつつある。アドビ社のインディスインはいち早くオパンタイプに完全対応した。このソフトは同じバージョンで 同じオパンタイプを使っている限り、Windows 版と m a c i n t o s h 版で完全な互換性があり、オパンタイプの各機能を扱える。Apple は従来の MacOS9 から MacOS10 への移行を進め、2002年の WWDC において MacOS9 の埋葬という演出までして、ユーザーに新 OS への移行を進めていたが、アメリカにおいても印刷、出版業界においては、 なかなかそれは進まなかった。その最大の理由は、クワークエクスプレスが MacOS 10に対応していなかったことと言われていた。2004年発売のクワークエクスプレス s 6.5J から対応しているが、MacOS 10に移行するということは、高機能で自由度が高いインディスインを中心とした、Adobe Creative Suite でのワークフローへの移行と、同義にリ、 オパンタイププロフォントや PDF 導入によるコスト削減とともに移行が進み、2009年までに8割以上が MacOS 10での DTP となった。クワークエクスプレスやインディスインなどの DTP ソフトが1ページのレイアウトデザインに重きを置き、1ページの制作費用を比較的高く設定できる環境での使用から、ページもの印刷での組版作業という環境で、 使用され始めると、生産性というウィジウィグ方式での DTP の基本的な要素と矛盾する要求を満足させる必要性が出てきた。また、印刷する内容、ソースデータも紙での原稿入稿からテキストデータファイルやスプレッドシートファイルのような電子媒体での入稿にシフトし多種類のデータフォーマットの取り込みを行わなければならなくなった。このような 電子媒体でのデータが一般的になるとインターネットや CD-ROM など多種類の表示方法の普及に伴い紙への印刷という範疇を超えてデータの互換性、再利用性の問題から SGML や XML のような意味性に重きを置いたマークアップデータ構造によるデータ入稿が印刷クライアントからの要求として印刷会社に求められるようになった。 このような背景から大量の電子媒体データから人手を省力化でき生産性を高めることのできる自動組版半処理の機能を DTP ソフトに付加することが課題となって登場した。Quark Express ククや i n d i ス i n などはエクステンション、プラグイン等という形で DTP ソフトの機能拡張を可能としているほか Apple Script や WebScript などで DTP ソフトが内蔵する機能を外部から利用する段も公開し、第三者の各種の利用に供している。これらの DTP ソフトの公開機能を使用して、様々な自動組み版処理のアプリケーションが開発され、販売されている。自動組み版の方法としては、といったレイアウト、文字属性設定への対処方法と、の2種類の入稿データへの対処方法ということの、 考え方の違いにより、アプリケーションベンダー各社で異なった実現方法となっている。このようなデータベースや XML のデータが、データベースや XML データとして蓄積保存される価値があるデータとして成立するのに、対して、そこまでは利用しないが、データ量としては大きい、あるいは、一時入力では、データベース化するまでの視力がないといったような、様々な要因から、 データベースや XML にならないデータに対する自動組みということも一方では潜在化した需要として存在する。この用途に対して従来の専用組みシステム、電算社職で用いられたバッチコマンド組みを DTP ソフト上で実現しようとする考え方があり、開発あるいは販売されている。自動組みには上に述べたような WG ウ,ウィグを基本とする。 DTP ソフトによる方法という流れとは別の流れもある。例えば Tex は原稿に組み版を意識したマークアップを追加して自動組み版する方法である。また SGML や XML のように要素をマークアップした原稿に対して別途用意したスタイルシートを当てて自動組み版する方法もある。こうした用途のために SGML に対しては DSSSL XML に対しては、XSL というスタイル指定言語が標準化されている。民生では、DTP ソフトではないソフトが、DTP 用に使われる場合が多い。自宅のプリンターで印刷する場合は、問題がないが、DTP ソフトでないソフトで作った原稿は別の、環境で見ると崩れる場合が、他、印刷屋に出す場合は、印刷屋の方で再調整させられることになるため、 嫌がられることが多い。特に、マイクロソフトエクセルを DTP ソフトとして使う、紙エクセルと呼ばれる手法は、見栄えを良くするために紙技を駆使する必要がある上、紙に出力した時の見栄えの代償として、データとしての検索性や、採用を著しく困難にするので、日本の生産性を下げている大きな要因とされ、日本政府からも問題視されている。どうしても、 マイクロソフトオフィスで済ませたい場合は、パブリッシャーという DTP ソフトがあるので、それを使うべきである。大企業ですら業務用のデータ入稿に、パワーポイント原稿を利用する場合が意外と多いが、専門のデザイナーが手掛ける商業出版物では普通は、Adobe i n d イ s i n が使われる。業務用ではクオークから Indisin に移行していない、組織も2010年代ではまだかなりあるが、 クオークは、インディスインに対して日本語組版機能で劣っているため、新規にはほとんど使われなくなった。一方、新聞組版などの特殊な業態に特化した業務用システムもある。海外製のフリーソフトがいくつかあるが、日本語組版機能への対応は不十分である。5. おさむき